こんにちは、ノクです。今回は企画をやりたいかと思います。どんな企画かと言いますと、今回タイトルから言うと、アラフィフなんちゃって長者合宿ということでやっていきたいと思っております。私がね、これ第1話なんですけども、これを見て参加したい方が、第2話。それに続いて私が第3話、もしくは、誰も参加しなければ私が第2話、第3話と作っていって、で、参加した方はそのアカウント、これ著作権フリーにこのシリーズはしていきたいので、お互いのアカウントで、掲載できるみたいな、そういう形にしていきたくて、そしてですね、入るのも別に自由だったりするのも別に自由という感じで、そういうのは やりたいんですけれども、で、今日は第1話ということなんでね、私から何の話題にしようかなと思ったんですけど、ですね、鬼怒川温泉ってあるじゃないですか。2019年にね、私、鬼怒川温泉って行ったことがあるんですけれども、鬼怒川温泉ってどんなイメージですかね。温泉街とか、東京からアクセスも良くて、首都圏にぴったりな、旅行地というか、そういう感じだと思うんですけれども、2019年、10月に行ったんですけど、ちょっとそこで私は驚愕の事実を目の当たりにしたんですよ。何かっていうと、かなり寂れていたんですね、街が。なんか、廃墟の旅館とかが、ホテルとかが結構あって、あの有名な鬼怒川温泉がこんなことになっているのか、みたいなことで驚いたんですよ。よくよくね、帰ってからインターネットとかで情報を調べてみると、なんか廃墟の街みたいなことで調べても出ていますし、鬼怒川温泉は廃墟みたいので、検索すると、結構出てきて、そういう動画もあったりするんですよね。あの、にぎわっていた、鬼怒川温泉が、なんでこんなことになってしまったのかなと思ったんですよ。で、よくよくね、そういうふうにして調べてみると、やはり高度経済成長期から、バブルもあって、その頃にですね、相当、都市開発が進んで、銀行も、地元の足利銀行というところが、主にお金を出していたんですけど、そこがお金を貸して、どんどんリゾート地みたいな形で、川に沿って、鬼怒川に沿って、宿泊施設などを、たくさん量産というか、そういう建設ラッシュみたいなのがあって、だんだん賑やかになっていって、で、時代も良くなっていって、でですね、私ぐらいの世代だと、ここからがアラフィフなんですけれども、20代の頃って結構ね、社員旅行とかあったと思うんですよ。私もですね、正社員だった時期も何社か実はありまして、派遣からっていうのがね、私のキャリアというか、そういう、話をすることが多いんですけど、短い期間ではあったんですけど、社員でいたこともある会社もあったりして、その時にね、90年代ですかね、その頃はまだですね、バブルが崩れた後も、ちょっとしたなんていうんですかね、その名残があって、そういうところで、社員旅行みたいのに行ったんですよね。社員旅行なんで、実はあまり楽しくないというか、特に仲がいいわけではないけれども、職場で会う人たちと一緒に行く旅行みたいな感じで、一応、出席すればいいやぐらいのノリのところが多かったと思うんですけど、そんな感じで、社員旅行なんかがね、全盛の時代だったんで、そういう背景もあって、その鬼怒川温泉っていうのも、少しブームになったというかね、かなり賑わっていたと思うんですよ。その後ですね、だんだんバブルが崩壊してですね、社員旅行も減ったり、そしてですね、宿泊施設の方もだんだん、この景気に合わせてやはり寂れていってしまったということなんですよ。で、地元のね、足利銀行というところが融資をしていたんですけど、なんとその銀行がね、潰れたのかな、なんか、
そんなことになってしまって、もうどうしようもなくなっちゃったんですね、そこが。だから場所によってはなんか、その旅館の持ち主が夜逃げだからなんかもう連絡がつかない状態で、壊すにも壊せないみたいな形のところが増えてって、それで廃墟みたいな形になってしまったんですね。なのでですね、 YouTube とかで先ほども言ったように廃墟鬼怒川で、そこをネタに、まあ、カメラを回してやってる方っていうのもいらっしゃって、ああこんなことになってんだなと思ってね、なんていうんですかね、昭和というか異物というか、そういう感じですね。ただしですね、一部国が助けたんですかね、資本が入って復活したようなところもあるので、今でもまあそこそこの旅館は残っているんですけど、その一方でね、融資が受けられなかったところですかね、そういうところは潰れていってしまったという感じで、本当だから廃墟みたくなっていて、わこれは寂しいなというか、なんか当時見た時はね、背筋に冷たいものが走った記憶があります。なのでですね、まあそういったところも変わっていってるんだなという感じで、おそらくこれはね、鬼怒川だけじゃなくて他もそうなんだと思うんですけど、私もねその頃はあまり、旅行に行く余裕っていうのはあまりなくてですね、まあ就職とか、まあいっぱいいっぱいでなかなか仕事が軌道に乗らないみたいなことがあって、やっと入った会社がまあ潰れたりとかダメになったりとかして、まあ派遣みたいな形で、まあ目の前のね労働にいっぱいいっぱいだったっていうのがあって、あんまり旅行とか行く余裕がなかったんですけど、まあ2017年にまあ私はこんな状態になったので、2018年からはフリーになったので、まあいくらかそういう余裕も出てきたというところで、鬼怒川というのを見たんですけど、本当廃墟でしたね。で、何でしたっけ、熱海とかもね、そういう感じはあったみたいなんですけど、なんか復活したみたいなところもネットで見たら書いてあったんで、どうなのかなっていう感じですね。熱海もね、東京から近い観光地で、うちの親がね、新婚旅行とか熱海だったんですよね。まあ、うちの親はもう亡くなっているんですけども、80過ぎてたんでね、2019年に亡くなってるんで、その高齢なので、まあそういう年代なんですけど、その頃のまあ新婚旅行のところにもなってた熱海っていうのともちょっとね行ってみたいなって気がしますね、行く機会があったら。そういうことでねですね、今回はアラヒフなんちゃって長者合宿ということで、まあ第1話ということでお届けしました。皆さんどのような感じでしたかね。誰かが第2話作ってくれたらいいなと思ってますけど、誰も作らなければ私が作っていきます。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。